はい、あむかねさん、みんな元気？今日は透明の風船の中にキャンディーを入れてみたいと思います。This is clear balloon. Let's put candies in clear balloon. Let's go. 行きましょう。はい、ここ置いときますね。まず、だいたい9 to 11インチバルーン。9インチでもいいよ。9インチでもいいからね。これに、透明の風船にキャンディーを今日は5つ入れたいと思います。5キャンディーズ。いくよ。まずこうやって広げます。子供たちは難しかったら大人と一緒にやってね。はい、広げてこれを持ってその中にカネさんは入れます。2人がかりとかでね、やってみようね。レッツトライ。4、5、キャンディー。よいしょ。これを膨らませていきましょう。レッツインフレイト。これはね、11インチ、11インチです。だけど、ちょっと、まあ、もっと大きく膨らむんだけど、これを、9キロにします。このぐらいでもいいかな。で、ちょっとここをぐるっと、ちょっと透明になるので、これを結びましょう。リースター。よいしょ。はい。あとは、何でもいいです。とても、It's very easy なんで、こういうカーリングリボン、カーリングリボンを用意して、1メートルぐらいにカヌさんは切っています。で、これをね、カヌさんはね、まあ、これちょっと飾りをつけるだけだから ね、難しくないよ。とても簡単だし、なんかね、イベントの時に使ったらいいかもしれんね。はい、結びます。で、結んでこれをね、ここにバルンネック、ここに結んでいきましょう。はい、もう一回結びましょう。あとはね、ハサミでキュンってやったらくるくるっとなるリボンだから、これでカーリングしていきます。みんな怪我しないように気をつけてね、やりましょうね。まだ工夫ね、自分でしてこうしたらいいんじゃないかなとかってあれば、自分でオリジナルのやつを作ってもいいから、クリスマスとかクリスマスフォーハロウィーンに使ってもいいかもね。楽しいと思います。またこれね、面白いのがクリアバルーンっていうのは、時間が経つとね、白く濁ってくるの。だから中が見えにくくなってくる。クリアバルーン will smoke we cannot inside we cannot see inside でしょ。そういう特徴があるから、逆に利用して中に何が入ってるかわからない、分かりにくくなるのも面白いかもしれない。はい、これをカーリングして終わりです。とても簡単でしょ。なんかね、絵を描いてあげてもいいかもね。よいしょ。はい、これが最後です。ラストね。よいしょ。まあ、これはもうお好みでやってみてね。はい、こんな感じになりました。キャンディー、プレゼントしてください。はい、それではグッディーバルのカンデさんでした。じゃあね、また会いましょう。 See you! バイバイ。